レトロパチゲー。発掘隊。スーパーマリオ64。3D アクションの金字塔。つい最近未開封のマリオ64が、1億7000万円で落札されていたな。そんな名作アクションなんだけど、マリオの定めということで、もちろん海賊版の餌食となっている。今回はマリオ64のゲームを見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。ガムテック制作の、スーパーマリオワールド64。マリオの名作欲張りセットな名前なんだけど、こちらは台湾産メガドライブソフト。こちらは発売当時かなりレアなソフトだったそうだ。その理由はこのゲームにはコピープロテクトがかかっており、他の業者が勝手にコピーを作れなかったからだよ。海賊版にプロテクトをかけるのか。そのプロテクトが破られたのが2013年。今回手に入れたのも2013年以降のものと思われるが、現在では多くのコピーが出回っているぜ。それでは前置きはこのくらいにして、ゲームを始めていくとしよう。It's me, Mario. 電源を入れるとマリオ64から撮ってきた、It's me, Mario の音声とともに、マリオコレクションのタイトル画像が出現する。ある意味おなじみの光景だね。ゲームを始めると、スーパーマリオワールドと全く同じ、最初の文章が表示される。ピーチ姫がクッパにさらわれたとのことだけど、このゲームにはクッパもヨッシーも出てこない。それは最後まで見てもらえればわかるんだが、まずは操作説明。十字キーで移動。A でダッシュ。B でジャンプ。C でスピンジャンプ。ステージを見てもらえればわかると思うけど、こちらはスーパーマリオワールドをベースとした、横スクロールアクションとなっているよ。ただこれから説明するが、操作性はかなりひどいぜ。まず移動に関してなんだけど、歩きもダッシュもいきなり加速するようになっている。加速がグラデーションになっておらず、ギアが最大で3つまでしか用意されていない感じだな。特に歩き出しから加速し始めるまでが長く、見えない力に押さえつけられているような印象を受けるよ。そのため通常のマリオよりジャンプの飛距離が伸びず、このようにやられてしまうぜ。パチゲーの操作性は、商用用クソゲーとは次元が違うんだけど、ガムテックのゲームの中では真ん中くらいの出来。つまりこれをプレイする自分の運命を、呪うくらいで済むひどさってことだな。それでは次にグラフィックについて。このゲームでは主にスーファミのマリオのゲームから、素材を盗用しているぜ。スーパーマリオワールド、マリオコレクション、ヨッシーアイランドなどだね。こちらは6ステージプラスラスボスという、ステージ構成となっているんだが、最初の4ステージは原作を考慮したものになっている。後半になるにつれオリジナルのものとなっていくよ。ということで中間セーブまで来たんだが、ちょっと戻って土管の中に入ってみよう。土管に入れるところは他にもあるんだけど、ここ以外は完全なオリジナルだね。こちらのドラゴンコインは5枚で1アップ。ただ何枚集めたかは表示されないよ。っておい。土管からの再開となるんだが、何も押さなければ落とし穴へ直行するようになっている。なぜか再開ポイントが土管に設定されているんだよね。この中間セーブ周りはとても不安定で、テープを切ったのにセーブされず、最初からなんてこともよく起きるぜ。そしてこのゲームではアイテムを掴むことはできない。どうやって上の1アップキノコを出せばいいんだろうな。ゴール前に登場するのは毒キノコ。こいつはどこまでもこちらを追尾してくる。ゴールテープに接触するまでクリアじゃないので、とても厄介な存在だよ。クリアすると倒した数や被弾数が表示されるが、特に意味はないぜ。ステージにもスーパーマリオワールドで見たようなステージ。しかし本家とは違う理不尽さが、徐々に牙を剥き始めるぜ。これまでやってきたクソプラットフォームゲームと一緒で、次に飛び移るべき足場が、とにかくわかりづらくなっている。とりあえず足場に飛び乗ってみたはいいものの、次の足場が見えず途方に暮れていると。わずかに足場の影が見える。ここでは勘を頼りに一か八かの、ジャンプをしなければいけない。もはや投身自殺だな。
しかしさらにひどいのがこの直後。ここでは足場のチラ見せすらなく、全くのヒントもなしに飛ばないといけない。これは死にながら位置を覚えるしかないよ。そしてマリオにおいて最も基本である、飛び移るという行為。このゲームではかなりの難度のテクニックになっている。加速のつかない助走、ふわっとしたジャンプ、実際にプレイしないとわからない、劣悪な操作性が大きく立ち塞がっている。それに加えて足場の動きも速く、シビアな踏み切りを要求される。これが本家の操作性だったら、こんなに苦労することはなかっただろう。キラー飛び交う1マスブロックゾーン。このゲームではキラーを踏むとこちらがやられるよ。そしてこの地味なジャンプでさえも、かなり難しくなっている。ここでも1マスということで、発生するのは助走の問題。うまく速度を稼げないと、このようにマグマダイブしてしまう。まあ再開はここからなので、それだけはありがたいね。実はこの1マスブロックは、歩くだけで落下しないんだが、この事実に気づいたとき、ようやくこのステージを突破できたぜ。お次はイギーの城。ここでは金網が張り巡らされているが、パンチや表裏の移動などは排除されている。一見するとそれ以外に問題はなさそうだけど、実はここも問題が山積み。ちょっとこのコトンとマリオに注目。今コトンをかわせずにやられたんだけど、実は謎の引っかかりがあって、操作不能になっていたよ。ここでもそうなんだが、金網の角はよくわからない当たり判定があり、少し迂回して進まないといけない。金網の裏に飛び出すマグマも、接触するとアウトなので注意が必要。しかしそれ以上に注意が必要なのは、なぜか亀が踏めなくなること。先ほどまで普通に踏めていたのに、どういうことか頭を悩ませていたんだけど、どうもチビマリオだと踏めなくなるみたい。いろいろ抜け道はないかと探ってみたが、ここでは敵をすべて避けていくしかないぜ。金網ゾーンを抜けると、強制スクロールが始まる。ここは特に難しいこともなく、ただ歩いていれば十分間に合う。ただドアの判定がシビアなので、きっちり真ん中まで移動して上を押さないと、中に入れなくなっている。内部には唯一の中ボスイギーが待っている。ご覧の通り驚きの安定感を見せる、浮き島での決戦となる。ここではシンプルに10回踏みつけることで、ボスを倒すことができる。ボリュームの少なさをごまかすためか、異常にボスが硬くなっているよ。またこいつを踏みつけると、ものすごく跳ね飛ばされるので、下級に当たらないように注意が必要。それでは折り返してステージ4。いきなりの洗礼を受けたが、ここでマントマリオが登場するぜ。このゲームではフラワーは登場せず、スーパーマリオとマントマリオだけとなっているよ。そしてここでもひどいステージ構成が目立つ。コインで誘導しておいて、その先には落とし穴。このパタパタを利用したジャンプも、かなりシビアなタイミングを要求される。まあこのゲームではジャブみたいなもんだね。そしてここで登場するのが、このゲームで重要なテクニック。加速に距離が必要なのに、足場が短すぎるため、何度も往復して速度を稼ぐよ。これも地味に難しくて、加速が足りないとさっきみたいに届かないぜ。せっかく届いたのにパックンフラワーに驚いて、やられてしまいましたね。先に進むと羽の入ったブロックが見つかる。ジャンプ長押しでゆっくり落下するようになり、A でマントアタックを繰り出すことができる。これから先ほぼ必須のアイテムなんだが、微妙に足場の上を滑っていき、なかなかに使うのが難しくなっている。もちろん飛行も可能だけど、若干操作性が違う感じ。飛び上がって一定間隔で後ろを入力すると、飛距離を伸ばすことができる。逆に前を入力すると、一気に落下していく。この辺の挙動は本家と一緒だな。このマントを使用すれば、このステージの後半部分はスキップ可能。
ただより苦しむために、きちんとクリアしていくぜ。とは言っても、ここまで来ればこのステージはほぼ終了。進むべき足場が見えないので、マントの性能頼りに進んでいくぜ。このゲームはとにかく下がどうなっているのかわからない。これが落とし穴なのか地面なのか、賭けに出るしかないぜ。どうやら賭けには勝ったようだね。それではステージとしては最難関の、ステージ5を遊んでいこう。早速画面にほとんど映らない足場が見えたけど、このステージはこれまでの理不尽さに加えて、地面が滑るという要素が追加される。これは普通の地面だけではなく、足場やブロックや土管の上でも発生する。さらにこれは同じ場所でも、発生したりしなかったりする。かなり不安定なので、しっかり画面を見て操作しないといけないぜ。そしてこのステージで一番難しいのが、このトゲのような急斜面。着地点が悪いとジャンプができなくて落下、マントを失ってもほぼアウト。なるべく足場の真ん中に乗るようにしないと、ジャンプが発動せず落下してしまうよ。なんとか抜けた先には、初見殺しの甲羅が出現。このゲームは残機が5、コンティニューが9でスタートするんだけど、すでに何回も使い切っている。地味すぎるのでカットしているが、ここに来るまですらきついぜ。ジャンプの距離が足りない、足場が滑って落下し、地味な鬼畜ステージを抜けると。またしても初見殺しが待ち構えている。最後のステージ6は入り組んだ迷路となっている。こちらは正解の土管に入ることで、先に進めるようになっている。もちろんどれが正解かヒントはないので、総当たりで調べていくしかないんだが、面倒なだけであまり難しくはない。コインがエグジットを表しているけど、そちらに進むとループしてしまう点を除けば、これまでよりも良心的な感じだね。ということで、ここではちょっと BGM について語ろう。グラフィック素材がいろいろなゲームから盗用されているように、BGM に関しても様々なゲームから拝借されている。テイルスピン、スーパーバトルタンク、アリエル・ザ・リトル・マーメイド、チュパディなど、主に海外メガドライブソフトから持ってきているようだ。タイトルの音楽はもちろんマリオからなんだけど、こちらはメガドライブに合わせて作り直しているようだ。それはさておき、ここからは強烈な処理落ちゾーン。このゲームは頻繁に処理落ちが発生し、快適なプレイとはほど遠いんだけど、ここは特に辛い。ダッシュでしゃがみ、下をくぐり抜けないといけないんだが、処理落ちのせいで走っているのかどうかわからなくなっているぜ。なんとかくぐり抜けると最後の関門。この下には4本の土管があり、正解を選ぶとゴールできる。はい、外れ。正解は一番右の土管。ということで、残すはラスボスだけになったんだけど、ここからが本当の地獄の始まりだったよ。全くの前置きもなしに登場したのは、謎の顔のついた鉄球。クッパはどこへ行ったんですかね。ここまでプレイした感想は、ガムテックの中ではマシな方。海賊ゲーとしては遊べなくないという評価だったんだけど、このラスボスのせいで、評価は地に落ちたよ。行動パターンも単純に見えて、簡単に思えるかもしれないが、実際は稀に見る鬼畜難度となっているぜ。こいつの行動パターンは左右に跳ねて移動し、キラーを飛ばしてくるシンプルなもの。このキラーの軌道は3パターンあり、上から下へ落ちていくパターン。下から始まるパターン。真ん中から始まるパターンがある。このキラーをかいくぐって踏みつけないといけないんだけど、攻撃のチャンスはほんの数フレーム。敵の最上段の攻撃をマリオは飛び越すことができない。そのため上段と中段の隙間を縫うように飛んで、踏みつけないといけない。早すぎると上段のキラーにやられ、遅すぎると中段にやられる。また敵の当たり判定自体も理不尽で、今のようなジャンプだとこちらがやられる。またキラーを吐き出しているとき以外は無敵なので、キラーを利用してのジャンプは無効。
また攻撃パターンは完全ランダムなので、初段を見てからジャンプのタイミングをずらさないといけない。はっきり言ってエグすぎるぜ。ならば敵が攻撃してくる前に、踏みつけてしまえばいいと思ったんだけど。こちらはさらなる修羅の道。よりタイミングがシビアになっている。こいつの無敵時間は振り向いている最中にも存在し、振り向き切ってから攻撃を出すまでの、一瞬しかダメージを与えることができない。もしこれが安定するなら、こちらの方が楽なんだが、こいつは10回踏まないと倒せない。10回連続であのジャンプを成功させる自信はないよ。そして実際にプレイするとわかるんだが、この床滑るようになっているんだぜ。調整という言葉はどこに行ったんですかね。結局試行回数を増やし、機動力を高めて、敵の出れパターンを引くまで待つことにしたぜ。中段、下段からの攻撃は、比較的安全に攻撃できるため、全力でお祈りすることで対処したよ。あっという間に残機が溶けていったが、何度もコンティニューを使い果たし、このゲームもクリア完了。しかし達成感はそこになく、貴重な慢性を無駄にしたという後悔しかなかったよ。ということで、スーパーマリオワールドのクリア画像が出て、このゲームは終了。それでは総評に移ろうか。それでは総評やっていくよ。台湾産メガドライブ版、マリオ64、カッコスーパーマリオワールド。パチゲーの5を全部乗せって感じのゲームだったんだけど、詰まるところその本質はただの供養。ひどいステージ構成と操作性に合わせ、極限まで隙を減らしたボス戦が、いかに苦痛なのか、身をもって実感することができたな。しかし恐ろしいのが、このゲームがパチゲーでは最低編ではないという事実。同じ開発が後年出した、スーパードンキーコング99の方がひどかったからな。プロテクト解除のおかげで手に入りやすくなったので、手軽に地獄を味わいたい人は、ぜひとも遊んでみてね。それでは今回はここまで。またね。